鳥越春太郎は、日本のジャーナリスト、鳥越製粉の創業者、鳥越彦三郎の彦で、歌手の鳥越さやかは次女、1940年、福岡県浮羽郡吉井町出身、父親は、年をといい、その、春の一字をとって春太郎という名前がついた。父親は大学を卒業して企業に入り、現場でいろいろないじめにあって、神経症を発症、春太郎が生まれた時は、 九州大学の精神科の病棟に入院していた。1946年、小学校へ入学し、戦後教育の第一期生となる、久留米大学附設高等学校を経て、1958年、京都大学文学部卒業。1965年、毎日新聞社に入社。初認知は、新潟市局であった。1968年10月、合いで知り合い結婚。 その後、毎日新聞社の週刊誌、サンデー毎日編集部に移動。在籍時に、イエスの箱舟事件が発生し、当時編集長の鳥居守る校の方針で主催者の戦国イエスをかくまったため、鳥越を含む編集部全員が、犯人隠避で逮捕されそうになる。外信部テヘラン特派員時代の1984年から1985年に、 かけて、イラン・イラク戦争の戦場報道を行う。1988年4月、サンデー毎日編集長となる。1989年6月、就任間もない宇野総介首相の愛人問題を報じ、結果的に7月の参院選で、自民党大敗、内閣大臣に追い込んだ。政治家の女性問題は報じないのが、当時の不分立だったが、その、掟を破る。 画期的な報道だったとされる。同年8月に毎日新聞社を退職し、同年10月、テレビ朝日、ザ・スクープの司会に就任。レギュラー放送終了後も単発となった同番組の司会を務める。2003年、関西大学社会学部の教授に就任。2005年4月5日、呼びかけ人の一人として、マスコミ球場の会結成に参加。10月3日、 レギュラーアンカーを務めていたテレビ朝日、スーパーモーニングに本人3日後に手術を受け、その後復帰。2006年5月、インターネット新聞、オーマイニュース日本語版の初代編集長に就任。2007年2月、民主党が東京都知事候補としての擁立を打診するも、自身が依然として、がん療養中であるため、4年間に責任を持てない、として打診を断る。 同年6月1日、オーマイニュース日本語版の編集長を辞任した。同年9月17日、スーパーモーニングで、がんが肺に転移していたことを明かす。同年1月に左肺を一部切除。同年8月には、右肺も手術していた。2009年2月9日、同番組でがんが肝臓に転移していることを明かし、翌10日に切除手術を受け療養に入る。2月26日に、 同番組で復帰した2009年3月27日 NPO 法人がん患者団体支援機構の3代目理事長に就任2010年5月まで約1年2ヶ月務めた2016年7月12日東京都知事選挙への立候補を表明する記者会見では昭和15年の生まれです終戦の時20歳でしたもちろん空襲も覚えてます 防空壕に逃げ込んだこともよく記憶しておりますと自己紹介した。選挙戦を戦っている最中、7月21日発売の週刊文春にて女子大生への陰行疑惑を報じられた。報道によれば、2002年当時女子大生を別荘に連れ込み拒む女性にキスを行いみだらな行為に及ぼうとするも女性の抵抗に相未遂に止まったとされ、この件が元で、 鳥越は大学への出入りを禁止されたという。鳥越側は発売前日の20日に事実無根であると、週刊文春に抗議文を送付21日に名誉毀損及び公職選挙法違反であるとして東京地検に告訴し、選挙運動に集中するため会見等は開かないと発表した。一方の週刊文春側は朝日新聞の取材に対し、 記事には十分自信を持っていると述べている。また、この件に関して、週刊新潮は、13年前に、被害者とされる、女子大生と直接接触して、証言を得ていたが、女子大生の強い希望により掲載を見送っていた、ことを7月28日発売の週刊新潮で、報じた。これを受け、鳥越側は28日に名誉毀損及び、公職選挙法違反であるとして、 週刊新潮を東京地検に告訴した。これに対し週刊新潮側は読売新聞からの取材に対し呆れるほかない。自身の説明責任を果たされることを願うと述べた。鳥越に都知事選の出馬を譲った宇都宮検事は記事そのものから見て事実無根と考えることはできません。応援に立つことはできませんとして鳥越の応援演説に立たなかった。 橋本徹は、銀行疑惑が報じられた、際の鳥越の対応について、鳥越んあれだけ、報道の自由を叫んでいたのに、自分のことになったら、ちょっとケツの穴が小さくないか今回の文春なんてちょろい記事。ちゃんと釈明しなさいと述べている。2017年3月23日、東京地検は名誉毀損だとして訴えられていた、週刊文春と、週刊新潮。 両子の編集長を不起訴処分とした。関係者によると、いずれも、権威不十分だった。女子大生引行疑惑と題した、2016年7月発売の、週刊、文春の、平成14年、2002年に、当時大学2年だった、女子学生に強引に、キスをし、ラブホテルに誘ったなどとする記事による、名誉毀損での不起訴決定を受けて、同志は、当然の決定と述べた。 7月31日の投開票では、134万6103票を、エルモ、小池由里子、マスダヒロヤに次ぐ3位となり落選した。1999年に、埼玉県の JR 桶川駅前で発生した、桶川ストーカー殺人事件における、マスメディアの報道姿勢に疑問を抱き、ザスクープで独自取材。その結果、警察の虚偽発表と怠慢が、次々と明るみに出て、 2001年には日本記者クラブ賞を受賞する。2004年、ザ・スクープスペシャルにおける警察の裏金疑惑報道が第41回ギャラクシー賞報道活動部門大賞を受賞。2007年、男性向けエステティックサロンのダンディハウスが主催する第2回ダンディ大賞2007の文化人員部門で1位を獲得し、翌2008年の第3回でも同部門で1位になった。 がん患者団体支援機構の三代目理事長を務めた後、現在は一般社団法人 CSR プロジェクト会長を務める2010年8月に食道ガンを手術した桑田圭介を悲観することは一切ない。病気は生活の乱れを見直すいい機会だから桑田さんも前より健康になれるはずと激励。70歳から週3回の事務がよいを始め。 ハンデを持っていても走れる。ということを自分に証明しなきゃならないとして2012年のホノルルマラソン出場を目標にした。また、4度の手術経験から、癌には痛みがないという常識を知ってほしい。がん検診の受診率はいつまで経っても上がらないけど、自分を動かすのはあなたしかいないんですと訴えている。 12月9日に行われた40回大会では8時間19分55秒で完走した鳥越家1877年春太郎の祖,祖父鳥越彦三郎が福岡県浮羽国吉井町で米国日用雑貨取扱業を創業1940年製粉製爆業に転換家計について NHK のファミリーヒストリーで春太郎の鳥越家の 祖先は、戦国大名大友宗麟林の家臣である、鳥越狂然と紹介していたが、狂前の末裔で幕末に大富豪に成長した、大地主の鳥越家十八代当主の男性は、狂前は、うちの先祖です。俊太郎の鳥越家は、近所の住民で同性だが、血縁関係はない。と放送内容を否定している、現在出演中過去の出演、ありがとうございます。